皆さんこんにちは、さかなクンです。今回なんですけども、運ぶドリブルですね。言ってしまうとこの運ぶドリブルについて少し、深掘って分かりやすく皆さんに改めてね解説していけたらなと思っていて、ちょっと僕はスペインにいますので、スペイン語ではこの運ぶドリブルってアクションのことはコンドクションっていう言葉が存在します。直訳すると運転をする、それは別に車の運転でもコンドクションと同じ使われるんですけども、そういった言葉っていうのがこのサッカーのフットボールの用語として、ボールを運ぶっていうところからこう運転、コンドクション表現されながらテクニックアクションとして、こっちのバルセロナの現場でも定義されてるんですよね。で、ちょっとこう本題からちょっとずれますが、じゃあこの言葉を聞いた時に、多分日本の現場でも今ではもうこうコンドクションってスペイン語だけでも使ってる人たちも多いと思うんですけども、なんかこういった言葉の使い方を見た日本人の指導者が、やっぱスペイン人相変わらず言語が上手だなみたいな、こういったコメントをこうちらほら見ることもあるんですけども、僕の中で、これちょっとまた違った記事とかにも書いたことあるんですが、単純にやっぱ言語の構造の部分でコンドクションってのは言葉の単語なんですけども、その前に動詞であるコンドゥシール、運転するっていう動詞があるんですよね、スペイン語に。それを言語化っていうか、単純に動詞であるコンドゥシールっていうものをコンドクションって名詞化にしてると、ここに過ぎないイメージなんですね、僕は。この運ぶドリブル自体はもう皆さんもご存知だと思います。もう指導者もそうですし、選手の方もこのアクション自体はすでにもう多くの方が把握していることは間違いないと思います。このアクション自体は知ってるんだけども、じゃあこのボールを持った選手に対して我々指導者っていうのがこう、ね、運べっていう単純な指示を出すだけで、じゃあ何のために運ぶべきなのか、この Y の部分だったりとか、じゃあどういった対象に向かってボールを運ぶべきなのかっていう対象の部分だったりとか、そこをこう無視してしまって定義をして現場でなんとなくこう使ってしまっている人だって意外と多いと思ってるんですよね。なので今日の動画ではですね、この運ぶドリブル見ていくんですけども、もうちょっと視線を変えて、この運ぶ意図ですよね、 Y の部分、意図をしっかりまずは明確化した上で、じゃあその意図を達成するためにどういったタイプの運ぶドリブルがあるのか、大きく分けてこの3つの運ぶドリブルのタイプを見ていくんですけども、それっていうのはしっかりとまずは意図を、どういった目的を持ってボールを運ぶべきなのか、意外となんとなく運べって言われてるから運んでる選手も多いと思ってます。そこをしっかりと改めて明確化して、できる限りコンパクトに分かりやすく、この動画を通してですね、もう10分ぐらいで説明していけたらなと思いますので、ぜひですね、最後にご覧いただけたらなと思います。はい、でまず見ていくのがですね、冒頭にも言った通り、まず意図の部分ですよね。こちらに一つ図を共有してますけども、これに関しては本当にしつこくこのチャンネルでも僕話してると思うんですが、運ぶ際、ボールをコンドシー、コンドクションする際の意図って大きく分けてこの6つですよね。前進をするために運ぶ、保持をするためにボールを運ぶ、プレーを遅らせるためにボールを運ぶ、フィニッシュするために運ぶ、固定するために運ぶ、分断するために運ぶっていうことですよね。で、当たり前ですけども、この運ぶ意図っていうのが、今見てきた意図が変われば、このアクション達成をするために必要なキーファクターっていうのももちろん変動してくるわけなんですけども、今日の動画では、一つの意図に絞ります。言ってしまうと、この固定するっていう意図に少しフォーカスをして、固定するためのコンドクション、運ぶドリブル、っていう意味合いで3つのタイプを見ていくってところですね。これまず冒頭に押さえておきます。で、この意図の固定するっていうのはちょっと特殊意図になりますので、また違った動画で、説明を詳しくしているので、ちょっと今日のね、この動画で説明したらちょっと時間があれなので、まだ見てない方、こちらも合わせて見ていただけたらなと思うんですけども、さっきのちょっと説明に加えてもう少し言うとしてれば、この固定するためにボールを運ぶって言いましたよね。それは多分大概の指導者がわかると思うんですよ。相手を固定するためにボールを運ぶ。ここまでは多分大概の指導者がわかると思うんですけども、今日はもうちょっと深掘りをして、じゃあその固定するのはするんだけども、ちらっと冒頭でも出ましたが、誰を固定して誰に利益を与えるために運ぶドリブルをするのか、その誰を固定するのかっていう対象の部分ですよね。そこを3つにそれぞれ分けながら見ていくっていう意味で3つのタイプとかですよね。今ちらっとちょっとこう利益を誰に対して与えるのかっていう言葉を言いましたけども、こちらですね、誰のために敵を固定するのか、利益を誰に与えるのかっていう意味です。言ってしまうと、利益を得る対象っていうのはこちらの2人ですね。チームメイトに対して利益を与えるのか、自分自身に対して利益を生み出すためにアクションを行うのか、この2つなんですよ。で、こちらの図にも書いてる通り、今回紹介するこの運ぶドリブルに関しては、この左側ですね、仲間に対して利益、スペースだったり時間を与えるために、特定のこれから見ていく対象を固定する、運びながら固定するっていうところですね。ここをまず整理しておきます。ちなみにですけど、この図の右側に書いてある自分自身に、じゃあ利益、時間を与える、スペースを与えるために
固定する際の便利なアクションに関しては、ちょっと前に挙げた、このパスコースを隠す、騙すっていう動画で、一つ参考として、アップしてますので、そちらもね、ちょっと重ねてご覧ください。で、さらに言うと、すいません、もうちょっと前置きですけども、そのボール保持時、ね、今もちろんボールを持ってる際の話をしてますよね。ボール保持時における、じゃあ固定タイプ、アクション、どういった種類があるのか、もちろん今日見ていく運ぶドリブルだけじゃなくて、ここにも書いてる通り、静止。固定っていうものだったりとか、パスのリピートをしながら相手を固定していくだったりとか、まあ、ここは3つ代表的なものを挙げてますけど、それ以外にもいっぱいあるわけですよね。その中でも今日はこの運ぶドリブルってアクション、何回も言いますけども、を用いながら相手を固定していくっていう、まあ、分類ですね。はい、ここは改めて整理しておきます。はい、ということで、ここから本題なんですけども、ようやく、その固定する運ぶドリ、固定するために行う運ぶドリブルを、さらに固定対象は誰なのか、にしっかりと分別した3タイプっていうところに順序立てて、分かりやすく説明していきますけども、やっぱりね、この固定対象をしっかり指導者がまずは整理をして、選手たちにこう、明確に発することができると、選手の頭の中が整理されるんですよね。あ、今はこういったシチュエーションだから、こいつを固定して、誰々に利益を与えようとか、それは別にポジション別でもそうですけども、そういった、こう、いわゆる具体的なシチュエーションを描きながら、その状況を解決するっていうところにも繋がりますので、やっぱり改めてこう、すごい大事なわけなんです。で、見ていきます。まずこれがもう、結論の図なんですけども、コンドクションを用いる誰を固定する3つ見ていきますよね。1つ目が対峙する。真正面に対峙している敵を固定する。2つ目が、今話した対峙する敵もそうですし、プラス次のラインで構えている相手ですね。この後見ていきます。で、3つ目が選手間。選手と選手の間にあるスペースに運ぶをドリブルをして、選手の複数の選手、まあ選手間、いろいろ言い方ありますけども、を固定するタイプ。この3つに分けて見ていくっていうところなんですよね。はい。で、まず1つ、対象1っていうところで、対峙する敵っていうところです。1つ目の固定対象は、直接的に対峙をしている敵ってところですね。まあ一番ベーシックなタイプなんですけども、一応定義を見ておくと、こちらですね。敵対するディフェンスのアテンションを自分に対して運ぶことで引きつけながら、次のポジション、次のラインで構えている仲間が、より有効にスペースと時間を保ちながら、ボールを受けるために行うってところですよね。ただこういった類の話をいつもする際にこう思うことがあるんですけども、この意図は固定とは言いつつも、もう前進するための固定っていう意味で前進固定っていう言葉だったりとか、もしくはこのシーンじゃなくてももうちょっと一つ前のゾーンで、じゃあフィニッシュをするために最後の選手に対してラストパスを送るためにボールを運ぶシーンとかもあるじゃないですか。そのみたいなこうフィニッシュ固定みたいなね、そういった名詞化ができてもいいのかな、適切なのかなってつくづく思ったりもするんですよね。もうやっぱりなんでそのじゃあ細かな話なんですが、分ける必要があるかっていうと、やっぱりじゃあフィニッシュするために固定する場合の運ぶドリブルと、前進、プレイを前進するために、運びながら固定する、まあドリブルの方向性ですよね。そこの運ぶ方向性にも、それがフィニッシュ固定なのか、単純に前進固定なのかによって、方向性がやっぱ変わってくるわけですよね、キーファクターが。なので、ここの細かな部分定義ってすごい大事かなと個人的には思ってます。で、もっと言うと、よくこの運ぶドリブルのね、話をする際に、よく聞くフレーズとして、じゃあ敵の何メートル、具体的な数字を出して何メートル手前までボール運んで引きつけろとか、そういったこう、いわゆるタイミングの話ですよね。っていうのはよく聞いたりとか出ることがあると思うんですけども、個人的にはこの類の具体的な数字を出しながらだったりとか、場所をしっかりと提示しながらのキーファクターっていうのはちょっとこう、苦手な印象があり、っていうのも、まあ、当たり前にこうボール保持者によって、その選手のキャラクター、その選手のこうスピード感によっても、相手のプレスを感じる距離感ってやっぱ異なるわけですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、こういった類のアクションに関しての、まあ、いわゆるこう最適化っていうところに関しては、やっぱシンプルにね、低学年の頃から、いわゆるこうアナリティコ形式、反復形式っていうものを用いて、いわゆるアクションの記憶化をさせる。ね、よくやっぱ小学生年代っていい意味でも悪い意味でもこう習慣が促される時期ですよね。そういった意味で、やっぱりこの運ぶドリブルに関しても、ある程度やっぱりこう、固定したキーワードの当たりというかは、なんともう量を量をこなしてこなして反復して反復して、アクションをもう頭で記憶化していく、彼らの中でね。ここに絵の促し、アプローチの仕方っていうのが特に大事かなと思ってます。よく聞かれるんですよ。僕なんかこう、バルサインに来て、例えば、まあ、指導者のなんかプログラムだったりとか、ちょっとこう、うん、勉強しに来ましたみたいな方に、なんでこうスペインの子たちってちっちゃい頃こうやって運んで固定する能力があるんですかって聞かれるんですけど、正直わかんないです。アンサーはなくて、ただ、だからこそ今話したように、その、なんか魔法のキャラクターがないんですよね。そうじゃなくてやっぱりこうもう設計の部分でやっぱりこう反復反復反復を繰り返して、やっぱりこう、記憶、ちょっとずつのプロセスでしたけども、記憶が
アクションに影響を及ぼしているみたいなね、そこにあるかなと思ってます。はい。で、二つ目の対象が、今、一つ目でも見てきた、対峙する敵も固定する。敵対する、敵も、対峙する敵ですね。もう固定するんですが、プラス、二つの対象が出てくると、プラス、次のラインに構えている敵、イコール、カバーリングをしている敵ですよね。対峙している敵っていうのは、マークの、ね、個人戦術のマークの、守備アクションをしている敵を固定した後に、さらに、次のラインに後ろで構えている、カバーリングをしている敵っていうのも固定しながら対象として、見ると。これが二つ目のタイプになります。一つ目に関しては割とベーシック、多分皆さんもわかると思うんですけども、この二つ目の対象っていうのが意外とこう日本の現場でも、まあこうやってしっかり言葉で表しながら定義されてないように個人的には思ってるんですよね。すいません、ちょっと今ね、表現が悪かったかもしれないんですけども、最初の対峙する敵っていうのは固定っていうよりかは、ここにも書いてます。抜くドリブル、レガテってスキームで言いますけども、抜くドリブルで、対峙してる選手、もしくは運ぶドリブルでいいんですけど、シチュエーションにもよりますが、で、今、前に対峙してる選手を超える、前進した後に、次のラインで構えてる敵を運ぶ、コンドクションしながら運んで固定して、まあ、パスをするなり、ね、味方とプレーをしていくと。こういった概念ですね。はい。まあ、こんな感じなんですけども、まあ、この現象だけ見ても、まあ、かなりちょっと細かな定義かもしれないんですが、よーくそれは別に育成年代の試合だろうが、プロの試合だろうが、ユースの年代だろうが、やっぱり意外と、出てる現象、まあ、アクセント、アクションなんですよね。なので、細かな定義かもしれないんですけども、この違い、一つ目の対象と今見てきた二つ目の対象の違いをしっかりと分別できると、よりこの運ぶドリブルに対してのアクションの理解っていうのが深まるかなと個人的には思ってますという話ですね。例には今日は出てきませんでしたが、イニエスタなんかもね、やっぱこれのスペシャリストかなと個人的には思ってて、一人まず敵対してる選手は抜く、もしくは運びながら緩急をつけて抜いて、その後に出てきた相手を、あえてワンタッチ加えて運んで固定して味方にパスをして利益を与えてるね。それすごい上手かったですけど、セスクとかも上手いですね。これが二つ目のタイプになります。はい。で、最後三つ目の対象っていうのは選手間っていうところですよね。まあ、これまで見てきた二つのタイプっていうのは、いわゆる固定対象と言われるものが特定の人でしたよね。人に対して運ぶだったに対して、ここ最後の対象、三つ目の対象っていうのは、その固定対象っていうのが人、直接的な人ではなくて、スペースということです。ここに違いが生まれてきます。定義はこちらですね。人に向かってボールを運ぶではなくて、選手間、選手と選手の間に生まれるスペースに向かってボールを運ぶことで、相手守備をいわゆる中レーンに縮小させる目的があるというところですよね。はい。まあもちろんね、プレー状況によっては、基本的にはね、敵がこう並立になる、横並びになるっていうのも、少なかったりするので、一概にはこの相手の選手間を狙いに行くみたいなところっていうのは、シチュエーションによっては難しかったりするんですが、例えばトランジションで相手の守備がまだ整ってない時だったり、相手の、選手と選手の間が横並びになるシーンってありますよね。そういったシーンにおいて、人に向かって運ぶのではなくて、スペースに中に運んで、相手を中に、縮小させて、その脇にいる選手を利用していくみたいな、そういったシーンになります。この画像のシーンでは、まあ、いわゆるこうトランジション気味の中で、こうフィニッシュゾーンへの前進に向けたシチュエーションを示してますけども、まあ、それっていうのがね、別にもうちょっと後方の最終ラインでのビルドアップにおいて、センターバックが、まあ、こう相手のプレスを分断していくね、ために、こうドリブルを、運ぶドリブルっていうものを達成できれば、よりこうチームにとって大きな優位性として出てきますよね。はい、ということで今回は、まあ、ちょっとこう、なんていうかな、視点を変えてですね、運ぶドリブルってアクションは皆さんわかると思うんですけども、誰に対して運ぶみたいなか、ここの対象をしっかりと明確化してあげて、子供たちに伝えることができれば、ね、彼らの頭も整理されますし、何のために運ぶのかっていうところに理解にもつながるっていうところで、3つの対象を、まあ、ピックアップしながら、タイプ別に分けてですね、説明をしてきました。まあ、試合ではもちろんそうなんですけれども、今日見てきた内容っていうのを整理さえすれば、練習での、まあ、途中も言いましたけどね、こう質っていうのが間違いなく上がってくるし、運ぶドリブルに対してのね、こう、まあ、質ですよね、が間違いなく上がってくると思ってますので、ぜひ参考になればなというところで、今日はこのあたりにしたいなと思います。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。また今後も、動画アップしていきますので、よろしくお願いしますということで、まだチャンネル登録とかね、されてない方いましたら、ぜひしていただいて、サポートしていただけたらなと思います。はい、ということで皆さんありがとうございました。また。